コリンエステラーゼとは、コリンエステル類のエステル結合を加水分解する酵素である。アセチルコリンエステラーゼとブチリルコリンエステラーゼの2種類が存在する。このうち、ブチリルコリンエステラーゼを高度している遺伝子には、人において遺伝子の多型が見られ、中には、この酵素の活性が低い個体も見られる。このために、エステル結合を持った化学物質の代謝の速度に、 違いが見られる場合もある。これに対して、アセチルコリンエステラーゼをコードしている遺伝子には2005年現在において人での遺伝子の多型は知られていない。おそらく、ブチリルコリンエステラーゼとは違って、もしもアセチルコリンエステラーゼに変異が存在すると致命的であるがためにアセチルコリンエステラーゼをコードしている遺伝子には多型が見られないのだろうと考えられている。 エイクと略すことがある。また、新生コリンエステラーゼとも呼ばれる。神経組織、赤血球などに存在する。コリン作動性神経の神経伝達物質の一種で、あるアセチルコリンをコリンに分解し、アセチルコリンエステラーゼ自身は、アセチル化される。これに伴い、アセチルコリンエステラーゼは、失活するものの、数ミリ秒で、脱アセチル化が起こり、再び活性を得る。 なお、汗散る元は、作酸となって有利される。ブースュと略すことがある。また、ニセコリンエステラーゼとも呼ばれる。人では、肝臓で合成され、血清などに存在する。悪を含む、様々なコリンエステル類を分解する。健康診断などで検査されるチェイは、こちらの方である。高値の場合は、ネフローゼ症候群、脂肪肝など、 何らかの理由で肝臓に過大な負荷がかかり、肝機能が異常に更新し続けていることが疑われる。逆に、低地の場合は肝硬変、肝炎など、何らかの理由で肝機能が低下した結果として、肝臓のタンパク質の合成能が低下していること、または、有機リン系薬物中毒などで、ウチリルコリンエステラーゼが異常に消費されていることが疑われる。なお、 グチリルコリンエステラーゼに変異があったり、または酵素そのものが欠損している場合、例えば、スキサメトニウムによる筋主管が長く続くなどの影響も出てくる。アセチルコリンによって、コリンエステラーゼがアセチル化されて失活しても、数ミリ秒で脱アセチル化が起こるため、コリンエステラーゼの活性はすぐに戻る。このため、仮にアセチルコリンを投与したところで、 簡単にコリンと酢酸に分解されてしまう。しかしコリンエステラーゼがカルバモイル化されて失活した場合は数時間程度で脱カルバモイル化が起こって再び活性を得るという天気をたどりこの場合はコリンエステラーゼの作用が大きく阻害される。これを利用しているのがネオスチグミニやピリドスチグミンである。これらの薬剤は自身が分解される代償に コリンエステラーゼをカルバモイル化する。また、毒として使われるカラバル豆に含まれるフィゾスチグミンも同様である。従って、もし、これらの薬剤や毒で中毒症状が出た場合は、例えばアトロピンを投与するなどして、アセチルコリンの分解が滞ったことで、アセチルコリンの量が過剰になった影響を除いて、時間を稼ぎ、コリンエステラーゼの脱カルバモイル化が起こるのを待てばよい。 この他、エドロホニウムのような蒸気とは違った作用機上を持ったコリンエステラーゼの可逆的な阻害剤と言われている薬剤で中毒症状が起きた時もやはり同様にコリンエステラーゼが元に戻るまでアトロピンを投与するなどして時間を稼ぐという手が使える。これらに対してリン酸化されて失活した場合は脱リン酸化は非常に起こりにくいため 事実上再活性されることはない。これを利用しているのがパラチオンのような有機リン系農薬やサリンのような化学兵器である。リン酸化されたコリンエステラーゼを脱リン酸化させるためにはパムを用いる。1968年にコロンビア大学のアロールシンガーらが電気ウナギから生成に成功した。ABC エンドウマサオ、クリアマキンや大熊ク太郎。 田中敏夫、樋口修氏、医科薬理学、P313 南山道2005年9月26日、発行 ISBN4 から525140445、長尾宅編集、医薬品の安全性、P89 南山道2004年4月5日、発行 ISBN4 から525726415。ありがとうございます。